ゆっくりの、怖ーい話。地球とか人類の謎を異星人から教わった話。2チャンネル、VIP、知りすぎてしまった者がスレを立てた。地球とか人類の謎を異星人から教わった話。多分信じてもらえることはないだろうから、そういう創作物として見てくれれば幸い。まず交流に使った方法はチャネリング。日本でいうところの口寄せの術。たまたま適当にネット漁ってたら出てきた言葉で、面白そうなので初めて見ようと思った。ただ、これはググればググるほどうさんくさく感じて俺はあんまり好きじゃなかった。だから独自のやり方みたいなのを作って、適当に宇宙人と交信できないかなーって7ヶ月くらいやってた。幽体離脱スレでいうところのローリング抜けみたいなやり方。とまあ何を言ってるかわかりづらいと思いますが、夢の中で異星人と会話した、ぐらいに思ってください。7ヶ月目くらいに、薄目でほぼ寝落ちそうな時にケツから胸にかけて浮く感覚が来たので俺はその時幽体離脱に成功したと思ってた。この頃はもうチャネリングに飽きて幽体離脱の方が興味あったからなんだが、よく話に聞く幽体離脱とは何か違った。まず浮遊感が全身に回っても抜け出した感覚はない。いくらローリングしても変わらず、そして部屋の景色の方が次第に変わっていった。さっきから出てくるローリングという言葉は、昔VIPで流行った幽体離脱や明晰無スレでの離脱方法の一種です。寝ている時に金縛りや浮遊感を感じたら体をひねることで体から離脱できる、みたいなアホな方法です。結構できる人はいたようですね。私はできなかったので自己流でやってました。電車の窓から外を見た時のように、部屋の壁がギュンギュン飛んでいく感じ、最初は明晰夢かと思ってたが、部屋の壁がなくなって、周りが絵の具をごちゃ混ぜにしたようなカラーリングだけの空間に入った時になぜか一気に恐怖が湧き出てきた。やだよもう起きたいよってめちゃめちゃ泣きながら叫んでた。すると体が引っ張られる感覚が来た。ただ、前後左右上下どこへ引っ張られているのかがわからない。もうほんと3ガロンくらい漏らすかと思うほど怖くて手足わちゃわちゃさせながらドラゴンアッシュのファンタジスタのサビ歌ったりしてなんとかごまかそうとした。ぐんぐん何かに引き寄せられていって、ふと気づいたら今度は周りが真っ白というか、光に包まれた空間に出た。引き寄せられる感覚も浮遊感もなかった。そこには大量の泡みたいなのがあってなんだこれっつって触ろうとしたら、ダメだよ触っちゃ、って日本語で止められた。びっくりして振り向いたらおっさんがこっちに怒りながら近づいてきた。おっさんが横に座って、どうやってここ来たの、って言ってきたから、幽体離脱っていう遊びやってたらおかしいことになりました。ってやり方とかどういうことなのかとかを織り交ぜて説明したら、急に焦ったような顔しながら、これを夢だと思ってるのかよ、危ないことするなよ、ってまくし立てられた。見てるよ。後ろから。なんでビビらせようとしたんですかね。いや明晰夢なのはわかってるんすけど、起き方がわからないんです、って言ったらおっさん怒りながら、夢じゃないって言ってるでしょ、って返されてだんだん気持ちが落ち着いてきたので、明晰夢を楽しまなきゃと思い始めた俺はおちょくるつもりで、じゃあ夢じゃない証明何かやってよ、って言ったら、おっさんが少し悩みながら、それは難しい、って言った。何か証明の方法はないの?ってまくし立てたら、じゃあちょっと地球の近くまで行くぞ、って言われて腕を掴まれた、直後に絵の具をごちゃ混ぜにしたような空間をおっさんに引っ張られて進んでいた。気持ち悪くて目をつぶってたんだけど、着いたぞ、って言われて目を開けたらごちゃ混ぜ絵の具空間のままで、おっさんが指を差した先にバレーボールくらいのサイズの地球儀があった、模型じゃん、って言ったらおっさんが、お前の家、部屋、どこだもうそこ行くから頭ん中にイメージしろ、って言われて部屋のイメージしたらどんどん地球儀がでかくなって近づいてきた、にひー、って規制上げて逃げようとしたけどおっさんに捕まえられて、とうとう地球儀に飲み込まれた。気がつくと部屋だった、が、窓から空を見上げると絵の具空間だった、最近なくしたものとかないか、っておっさんに言われて、そういえばヘッドホンなくしたなーって思ってそれ伝えたら、じゃそれ頭ん中にイメージしろ、って言われたからイメージしたらぐっと引き寄せられて、気がつくと友人 A の部屋にいた。部屋には俺とおっさんしかいなかった。部屋にあるテレビスタンドの下が光っていた。もうお前のこと返すから、帰ったらこの人の家の光っているところにヘッドホンあるから取りに行け。それと二度とアセンションするな。できたらこのことは忘れてしまえ。難しいと思うがあまり思い出すな。という馬の話を次々にした後、おっさんが俺を返そうと何かしようとしたので最後に、あなたはどういった人なんですか?って聞いたら息を漏らすように笑いながら、住んでる次元こそ違うけど俺は宇宙人、って言われた。ケツから胸にかけて浮遊感が来て、直後に目が覚めた。後日、A の部屋のテレビスタンドの下を探させてもらったら俺のヘッドホンが見つかった。そのこともあって、一連の出来事は現実なんじゃないかと感じてもう一度あそこに行きたいと思い、毎晩試すようになった。一週間ほど試した頃に、ふと気づいたら俺はまた絵の具空間を浮遊していた。前回のような恐怖心がない代わりに引き寄せられる感覚もなく俺は適当に絵の具空間をさまよっていた。よく目を凝らしてみるとすぐ後ろには地球があり、同じくバレーボールほどの大きさになっている火星や金星らしきものも見つけた。他にもバレーボールくらいの大きさの天体がそこら中に浮いていた。ただおそらく実際の宇宙の天体の位置は再現されてないんだなと思った。面白いって思いながらフラフラしてたら3人組のおっさん集団がある天体を囲いながら談笑してるのを見つけた。全員マイケル・ムーアだった。
こんにちは、って声をかけたらおっさん3人がすげえびっくりしながら、マジかよ、なんでアクアッコがいるの、やばいんじゃないか、みたいに焦りながらいろいろ言ってた。僕っていたらまずいんですか、そりゃまあお互い得はないんじゃ、みたいな感じで話した。とりあえず感じてた疑問をぶつけようと思っていろいろ聞いてみた。まずマイケル・ムーアは何者なのかを聞いたらお前こそ誰だって言われたので地球人ですって言ったらピンとこなかったらしいので、地球儀まで案内して指さしたら、アクアッコ、みたいな発音してた、じゃないんだ、って言われたから、なんすかそれ、って言ったら、火星を指して、ここに生きてた生き物、って言われた。アクアッコってのはこいつらでしょうかね。てかこの漫画連載どうなったんでしょうか。火星に生命体がいたんだっていう驚きを抑えておっさんに改めて何者か聞いたら、君たちと俺たちは距離とか代償とか時間とかそういった世の中のルールが違っているけど、お互い同じ宇宙の宇宙人、って言われた後、最初に3人のおっさんが談笑してたところにあった天体を指さした、地球ではまだ見つけられてないね、残念、と言っていた。マジならすげえな、はよ続きお願いします。なんで言葉が通じるのかを聞いたらお互いにお互いが馴染み深いコミュニケーションの仕方を取ってるように見える仕組みになってると言われた。容姿も同じらしくて、俺はどうやらマイケル・ムーアに馴染み深さとかを感じてるから、彼らがマイケル・ムーアに見えるらしい。この空間は何かと聞いたら距離とか時間とかのルールの上にある宇宙で、君たちでいうところのワープ装置って説明された。また、彼らの星を地球から見つけるのは難しいのか聞いたらどういう方法で君たちは天体を観測してるって聞かれたから望遠鏡の仕組みとかを話そうと望遠鏡をイメージしてたらああなるほどね、わかったよって言われてレンズとかそういうもので拡大して見ている限りはお互いに見つけられないだろうって言われた。昔の地球人はそれとは別の方法で天体を観測してたのにどうして今はその方法を使っているのって聞かれたけど何のことかその時にはピンとこなかったからわかりませんとだけ言っておいた。古代文明では高精度な天体観測技術があったみたいな話はよく聞きますよね。次に火星について聞いてみた。3人のおっさんを便宜上 ABC に分けると、B のおっさん、マイケル・ムーアにスーツ着せたような姿、が答えてくれた。C のおっさん、なぜかジンベイ着てた、は、あまりそういう話はしない方がいいんじゃないか、って言ってた。簡潔にまとめると、火星は地球と同じ次元、ルールの生命体が間違いなく存在しててしかもかなり様々な種類の生命体がいたらしい。その中で、地球的に有知的生命体ももちろん存在してたらしい。その頃他に太陽系で生命体がいたのは太陽と地球だって。太陽に生物いたのかよ。太陽にいた生き物は今も太陽にいるらしくおっさんたちに太陽まで連れて行ってもらった。やっぱりバレーボールほどの大きさの緑の玉を指さしていた。さっきは太陽だと思わなかったが、それは地球の周辺にあった。燃えてないんだ、って言ったら、燃えてるのは表面というか、君たちの感覚でいうところの表面だけ、と言われた。太陽は特殊な星で、複数の次元、ルールの合わさった星らしい。太陽をしばらく眺めてるとだんだんこちらに向かって太陽の中から人が出てきた。唐沢俊明だったんだけどすげえフランクに、おっす、って言われた。マイケル・ムーアたちは、太陽の生き物もアセンション移動できる、って説明してくれたが欠片も意味がわからなかった。追いついたちょっと面白くて読んでるぞ続きが気になる。唐沢俊明はマイケル・ムーアたちとしばらくコミュニケーションした後、俺に向かって、地球でしょ、君の住んでるところ、珍しいね、って言われた。その後マイケル・ムーアたちと、アクアッコじゃないんだ、みたいなこと言いながら盛り上がってた。俺が、アクアッコってなんすか?って聞いたら唐沢俊明が、火星で一番進んでた生き物、と答えてくれた。すげえ興味があったので詳しく聞いてみた。まず地球には生命体がいたが、それらは火星が繁栄していた頃にはまだ微細なものしかいなかった。その頃の地球は液体で覆われていた。火星の人たちは地球の生命体の探索をしょっちゅうやっていたが、微細な生命体と虫の前身になる生命体しかいなかったらしい。俺が進化論について話してみたら、信じられないくらいの大声で爆笑してた。ダーウィンの進化論でも話したのでしょうか。お前消されるぞ。ダーウィン信者に消されてしまいますね。しばらく経つと地球にも様々な生命体が現れた。カンブリア紀のことだと思ったが、唐沢俊明が言うにはアクアッコたちの介入が一番激しかった時期らしい。あと進化論なんていう地球内だけで完結させるようなくだらない考え方はやめろって言われたが、マイケル・ムーアたちが、お前たちも太陽に集まる次元の中だけで生きるのをやめたらどうだ、って唐沢俊明に言ってた。地球の外にほぼ出てない人類に宇宙を絡めて考えろは無理だろ。アクアッコは地球的な言い方をすれば哺乳類に一番近い生命らしい。というより地球で後に哺乳類や爬虫類になる生物の起源を地球に発生させたとか、火星とある程度同じ進化の過程を追わせようとしていたとのこと。それじゃ火星の生命体はどうやって生まれたのか唐沢俊明に聞いてみたら少し笑いながら、俺たちが別れて住み着いた、って言っていた。そういえば月が見当たらないと思って月を探していたらマイケル・ムーア B に、そういう、異物はここには反映されない、みたいなことを言っていたので詳しく聞いてみたら、月は地球的な言い方をすれば人工物らしく、アクアッコが地球をフォーマットする際に使ったものらしい。しばらくすると火星の中で一部のアクアッコ同士が戦争的なことを始めたので、多くのアクアッコが地球に一時的に逃げた。その頃の地球はもう大気もウイルスもオリジナルなものになっていっていたらしくアクアッコはあんまり住みやすくはなかったらしい。
火星の方は核兵器、ただし地球の核兵器とは仕組みとかが違う、大量の技術とのこと、をバンバン使って火星の表面を焼き続けたとか、それで火星がダメになったので一時的に停戦して火星を再生させる方法を考えようとした。すると地球に逃げてたアクアッコが、俺らに似てる生命の過程を踏んだ生命体が地球にいるぜ、って言って猿の祖先のネズミみたいなやつとか恐竜とか、水生生物とかの DNA を解析始めたらしい。アクアッコはこれらの生き物の DNA とアクアッコ自身の DNA を掛け合わせた生き物の種を作ってひとまず地球で発生させることにした。その後、アクアッコの DNA を引いているので頭脳の発達や火星への帰属意識も芽生えるだろうから、彼らを労働力として火星のテラフォーミングをしようと考えたと。ここまで話したところで唐沢俊明とマイケル・ムーアが口論、というかそんな感じのことを始めてて、最初から戦争目的だ、とか、偶発的に作られたものだ、とかそんな感じのことを話してたと思う。しばらくして人類が誕生したが、人類には4種類ほどいたらしい。身長がやたらでかい、2メートル半以上あるトカゲ顔の人類、これがアクアッコに一応一番近いらしい。猿の祖先の特性が強く出た人類、このタイプが2種類いるとのこと、そして、まんまに即歩行する猿みたいなタイプの人類、上野博物館とかにある人類の祖先として紹介されてるルーシーをイメージするといい。この4種類が出てきた、4種類はそれぞれ別のアクアッコの勢力が作ったとのこと。巨人はアクアッコたちによってすぐに保護されて火星の再生のためのサポーターするべくアクアッコたちと火星に向かったんだけど、そのアクアッコたちの気が変わったのか何なのかわからないけど別の星に行っちゃったとのこと。次に二足歩行するだけの猿みたいな奴はその後もあまり知的な進化はしないでそのまま猿として繁栄したらしい。チンパンジーが一番似てるけど、チンパンジーではなく、滅びてしまったとのこと。その、二足歩行する猿が俺たち地球人の祖先じゃないのかって言ったらムーア、こちらもスーツだけど色が茶色、に、そう教わって生きてきたから仕方ないだろうけど、ちょっと無理があるとは思わなかったの？って笑われた。そいつすげえや、めっちゃ面白い。猿に人間が似ているからそう思った、って言ったらムーアが、俺から見たら猿も人間もアクアッコの亜種にしか見えない、って言われた。結局地球には猿の祖先の特性が強く出た二種類の人類が残ったとのこと。しばらくするとこの二つの人類がある程度のところまで発達してきて、ある程度の文明を持てるようになったとか。この頃までアクアッコは空に住み続けてたけど、この頃からよく地上に降りるようになった。そんで、紀元前8000年くらいに、アクアッコが地上に住むようになったとのことで、今の中東地域に住んでた。そんで二つの人類はそれぞれ独自の発展をしていくんだけど、この二つの人類があまり友好的ではなかったらしい。次第にこの二つの勢力で戦争とかするようになってきたらしくって、アクアッコはどうやって統率取るか頭を悩ませてた。ちなみに、それまでアクアッコが乗ってた母船は地上に降ろされていたけど、でかすぎて山か何かに見えるくらいだったとのこと。紀元前7000年頃になってもこの二つの人類の争いは終わらなかったのでアクアッコが介入するようになってたらしい。もともとは争いをやめさせて早く火星の再生作業をやりたかったかららしいけど、介入していくうちにアクアッコ自体も二つの勢力に分かれてしまったらしくて、アクアッコを後ろ盾に二種類の人類が戦争するような状態になっていったのが紀元前6000年頃。二つの人類はこの頃になると地球の全体地図をかけたり、化学反応を理解できるほどに実は発展していたらしい。似てるよ、アクアッコだけど、実に興味深い。ここまで話を聞いてその時はすげえ混乱してきてたからちょっと疲れを感じていたら、マイケル・ムーアが、そろそろ帰って眠っておけ、って言ってきた。唐沢俊明が、ここまで話してこういうのもなんだけど、あんまりここに来るのは良くない、みたいなこと言われた。地球人でここに来たのは俺が初めてなんすか、と聞いたら、地球からは前からちょくちょく来てる、って言ってた。それでその日はマイケル・ムーアたちに部屋まで連れて行ってもらって一回帰った。目覚めてすぐにそういった話の痕跡がないかネットとかで調べてたんだけど、あるのはあるがどれもこれもうさんくさく感じてしまう内容だった。が、またあの絵の具空間に行こうと決めてたからいくつか質問を作っていくことにした。個人的に気になっていたナスカの地上絵とマヤ文明、ピラミッドについて聞こうと決めた。だけど、これからしばらく、多分半年くらいはあの絵の具空間に行けなかった。シュメールとかそれっぽいよな。空に住んでちょくちょく降りてくるってあたり、西洋の大きな絵とかによく出てくるあれみたいだけど。現在のイラクにあたるメソポタミアの南部をバビロニアと呼び、さらにその一部をシュメールと言います。そこにある時移り住んできた人たちがシュメール人と呼ばれるようになります。紀元前8000年頃だとか5000年頃だとか3800年だとかいつ来たのかは今でも議論されているようです。彼らは自らを、混ざり合わされたもの、と呼び、自分たちは、アムンナキ、という神々の集団によって作られたと信じていたそうです。サギ型文字を生み出し最古の神話、ギルガメシュ叙事詩を残したのも彼らとされているようですね。ってことは某ゲームで有名なこの人もシュメール人なのでしょうか。やっぱりあそこにはもう行けないんかなと思い出したある日、普通に眠ってたら突然絵の具空間に行っていた。久しぶりだったのでちょっと恐怖心が復活してた。とりあえず前に見たところとは感じが違ったので頭の中で地球をイメージしたらそこに引き寄せられていった。
と、そこに人がいたんだが、今まで会ったこともないマジで知らない顔のおばさんが彷徨っていた。恐る恐る声をかけてみると向こうもちょっとびっくりしながら、地球人ですよね、って言ってきた。地球人同士だと実際の容姿になるんだろうなぁとなんとなく思っていたらそのおばさんが笑いながら、私はこれからもう一つの地球に行ってきます、って言いながら突然どこかへ消えてしまった。しばらくゆらゆらしてたらおい、って言われた。そっちを見てみたらアロハのマイケルムーアのおっさんがいた。久しぶりですって言ったらまた来たのか、って怒ってたから3回目っす、って言ったら呆れた感じで、ここのこと実生活で話したりしたら浮くぞ、みたいなこと言ってきてちょっと面白かった。生き方教えてくれよ、アポカの話聞きてぇ、俺もアセンションしてぇ、俺も行きたいな簡単にはいけないんだろうけど。アロハのムーアに、他にもお仲間さんに会いましたよ、って言ったらちょっとした後に、そうみたいだな、って言ってきてお友達ですかって聞いたら、君たちは個人の概念が強いから理解できないかもしれないけど、俺たちは全体の自分と個人の自分がいて全体の自分に聞いてみた、と言っていた、よくわからなかった。いろいろ質問あるんですよって言ったらそれよりもまず前話した続きを伝えたら答えるって言われた。アクアッコの介入後の戦争は一気に近代化、というか今の人類の技術すら凌駕する凄まじい兵器の数々を投入していったらしい。さらに全球戦争といって、地球全体での戦争になったらしい。それまで戦争には関わらなかったアクアッコや人類まで参加させられた。この頃は、今のイスラエルやイラク、インドあたりを拠点にしていたアクアッコとアフリカあたりを拠点にしていたアクアッコに分かれていた。戦争はだんだん中東側が有利になっていったらしい。それもそのはずで、彼らがもともと乗っていた母船が今のイスラエルあたりにあったから、技術の革新がやりやすかったとか。中東側がそのうち人類に核兵器、これも大量の技術らしい、を与えちゃったらしくて、バンバン使い出したからアフリカ側もさすがにまずいだろってなって、核兵器使うのは良くないってことになって災害兵器を使い出したらしい。ところがこの災害兵器っていうのが使っていくうちにコントロール効かせられなくなったので、またまたどうしようってことになったらしい。そうなっていくうちにお互いに戦い方が変わっていって、人類に兵器を与え人類を戦わせることからアクアッコ自身も戦争に向かうのが主流になっていったそうで、後で調べて俺も知ったんだけど、インドのなんかを話にそういうことを書いた話があるらしいね。とにかくこの戦いで核使い放題災害兵器使い放題やった結果、アフリカ側は押しに押されてほぼ全滅に近いことになった。マハーバーラタに書かれてるモヘンジョダロやハラッパーの滅亡のことか、核戦争で滅びた証拠がいくつか見つかってるらしいな。モヘンジョダロには核兵器で砂がガラス化した痕跡がある、なんて話がありますね。中東とアフリカって近いよね。火星と地球と月の同じ位置に3つのでかいピラミッドがあるんだよな。もしかしたらピラミッドが宇宙船なんじゃないかな。こうしてひどい状態になっていったアフリカ側が最後に使った災害兵器がどうやら水を爆発的に増やせる、大量の技術で作ったものらしくて、どういう仕組みなのかも話してくれたんだけどいかんせん頭がいくなくて汗顔で聞き流してしまった、これを使ってしまったらしい。で、中東側のアクアッコは地球に存在する唯一のアクアッコになって、彼らがついていた人類ももう一つの人類を淘汰するため世界中で残党狩りが始まった。けど、このアクアッコたちはアフリカ側が洪水兵器を起動していたことに気づいてなかったらしい。そのまま紀元前5000年くらいになるとその頃のアクアッコたちがようやくこの兵器の存在に気づいた。ノアの箱舟ももしかしてその洪水兵器が起動されたのかな。その頃はもう地上がヤバいマジ津波ヤバい状態になってて、人類どころか地上の生命体の住めるエリアが極端になくなってしまったのにもかかわらず、アクアッコたちは自分の母船で一旦空に行ってしまったらしい。俺はここでまさかと思ってノアの箱舟の話をしてみたら笑いながら、確かに少ないが地上の生き物も乗せてただろう。でも地球は水が多いから過去何回も大洪水は起きてるからそういったことは特別なことじゃない、って言ってた。このアクアッコたちが空でどうしようか考えてる時に巨人たちを連れて行ったアクアッコたちが地球に来て、昔のアクアッコたちの火星技術より高度な技術で洪水兵器を回収して洪水は止められたらしい。巨人連れて行った方は、その後すぐに地球をぐちゃぐちゃにしたアクアッコたちはその責任を取れっつって地球のアクアッコを残して帰っちゃったとか。その後紀元前4000年頃までアクアッコは地上に降りなかったらしい。が、母船に乗せてた地球人たちの教育はしていたらしくて、アクアッコたちからすればやたら寿命が短い人類の教育は大変だったらしい。マヤ文明にも通じるとこがあるな。アクアッコイコール神話に出てくる神々なのかな。生命のサイクルを繰り返して時折増えすぎながらも船の中でスラッシュを存続させて、子孫に知識を伝えてる人類を見てアクアッコはこいつら地上に降ろして技術伝えさせれば人類一気に発展するし火星再生計画早まるんじゃねってことになって、この人類を地上に降ろすことになった。お前らの故郷はお前らでなんとかしろよ。こっちは地球だけで手一杯だ。この頃地上にいて世紀末を耐え抜いた人類たちは、洪水や災害兵器の名残でほとんど失われた技術をなんとか再興させようとしてた。が、いかんせん極端に高い技術だったので割と見よう見真似だったりしたところもあったけど、それでも農耕とか建築の技術を培っていった、アロハのおっさんが言うにはアクアッコの DNA のおかげらしい。クリスタルスカルシカリオーパーツらはアクアッコの産物かもな。ドクロ水晶はほぼ全部近代に作られたものらしいぞ。人というか魂というか、本来は3次元以上のものも扱う力があるはずなのに制限された感がするんだよな、その謎が知りたい。私もたまに右腕に封じられた力を感じることがあります。
あ、ただの中二病ですね。紀元前4000年、母船にいた人類が地上に降りてきたんだけど、その時にアクアッコは自分たちの知識を与えたけど道具とかはほとんど与えなかった。昔人類に核使わせたら大変なことになったからそういうのはやめたんだって。そんで、地上に降りた人類が地上で生き残っていた人類にそういった技術とか知識を伝播していったらしい。後から調べて思ったのが、多分この地上に降りてきた奴らがシュメール人なのかなって思う。そんでここにメソポタミア文明が出来上がるんだと。ところが地上に居続けた人類の中に、伝承とかで自分たちが洪水でやべえってなってる頃にアクアッコが空に逃げちゃったことを知ってる奴らがいて、そいつらが後々シュメール人を一旦征服してしまう。多分これはアッカド人。アッカド人強すぎだろ。アロハムアからこれで話は終わりって言われたから。終わり。その後アクアッコたちはどうしてたか知りたいんですが、アッカド人に負けたシュメール人を見放したんですか？そこんとこ聞かせてよ。とりあえずまず思いついたネアンデルタール人って出てこなかったなぁと思って、ネアンデルタール人は何なのって質問してみたら、これは今も割とはっきり覚えてる答えなんだけどなかなか面白い回答が来て、要約すると、君たちと同じ種族だよ。君たちがいわゆるダウン症の人も同じ種族だと思うならね、って返ってきた。つまりネアンデルタール人も別の人種じゃなくて DNA 異常があっただけの同種なんじゃないかってことなのかな。いやネアンデルタール人のことはそんなに興味ないんですよ。アクアッコとシュメール人の続きが気になるんですよ。シュメール人に文明を与えたのはアヌンナキだって言われてるよな。アクアッコイコールアヌンナキなのか。シュメール人は混ざり合わされたものと自称していたらしい。みんなもこっちの方が気になってるじゃないか。その後アクアッコはどっか行ったのって聞いたらシュメール人を地上に降ろした後もちょくちょく地球にちょっかい出してたらしくて、今でいうマヤ文明とかとやたら仲良くなっちゃって結構な人数を母船に連れて行っちゃったらしい。ただ、宇宙開発が始まるというか宇宙への関心が高まるとともにアクアッコは人類に接触してこなくなったらしくて、ここ最近も地球から一旦離れて巨人連れてった奴らと合流していろいろ準備してるんだと。いつぐらいの話なんでしょうね。宇宙に興味といっても天文学は昔からあったでしょうし、そうなると紀元前の間にはいなくなったのかな。そんでここからは用意した質問をしてみることにした。アロハムアが全部答えてくれた。これは起きた時にすぐにメモに取ってたから今まで書いてたやつより正確に書けると思う。ここからはアクアッコたちの話が少ないので超ざっくりまとめていきます。ナスカの地上絵はシュメール人の仕業。アクアッコはほぼ無関係。次にマヤ文明について、マヤ人はどうやら、やたら誇り高い人たちだったらしくて、シュメール系が放牧とか金属器とか車輪の技術を持っていってもそれを享受して名を使わなかったらしくって人力至上主義だったっぽいんだが、頭がやたら良かったらしく、建築方法とかを自分たちで編み出したりしていた。そんでアクアッコがマヤ人は何かアクアッコの DNA の色が強く出てるんじゃないかって考えて数学教えたら、ゼロを発見するは天体の動きを完全に演算するはとんでもないことになっていったらしい。それでアクアッコもマヤ人を気に入って、今は人類に伝わってない天体の観測方法とかを共有してったんだと。そんで、もう宇宙へ行こうぜっつってマヤ人の中の宇宙行きたいやつ第二のシュメール人にするべく連れてったらしいんだけど、その後頭の切れたマヤ人がほとんどいなくなったマヤ文明は飢餓やら経済的破綻やら挙句の果てに侵略戦争に巻き込まれたりで滅んでしまう。アクアッコはアホなのか、文明滅ぼしてんじゃねえか。巨人の骨出土してんだよな。最初に宇宙に連れて行かれた巨人族の奴らはどうなったんでしょうね。この写真たちは、どうなんでしょうね。シュメール文明でもトカゲ顔の石像が見つかったりしてるな。進化論はキリンの首が真ん中くらいの化石に発見つまりうさんくさいし、DNA に宇宙人の介入があったと宇宙人に教わった話はオカイタでも見たわ。ソースは2チャンネルオカルトイタ。エジプトのピラミッドについて、これはアクアッコも驚いていたというかちょっと警戒していたそうで、紀元前2500年くらいにはできていたみたいなんだが、どうやらアクアッコでも人類でもない別の異星人のイレジエなんじゃないかと、ピラミッドっていうのはその完成形に意味があるというより、建築の過程に意味があるらしくて、その建築をもっていろいろなことを学ばせるのが目的なんだとか、これはアクアッコに手伝われたマヤのものも同じ目的らしい。どれだけ異星人たちは地球に来ているんでしょうね。しかもマイケルムーアたちやアクアッコに気づかれないで来れるとかすごすぎです。すげえな、なんというか三次元に縛られてるのがバカみたいになってきた。オタクは二次元にスラム中なのにね。頭の切れるマヤ人は帰ってくるのかな、第二のシュメール人にしようとしたのなら。今更来られてもどうなんでしょうね。知識や技術をくれるのか、それとも地球を統治しようとするのか。その後1はまたその空間に行けたそうです。1は絵の具空間について尋ねると、チャネリングがなんとかかんとか、という感じで1の説明からは汲み取りづらいのですが、次元が違うのか世界線が違うのか複数宇宙があるけど大元は一緒の宇宙、みたいなことを言われたようです。なぜ1がここに来れるのか聞くと、本来来れるのはおかしい、無理やり来てるから絵の具空間に見えてる、だそうな。さらに 3.11 や 9.11 に UFO が目撃されてることを聞くと、異星人、別次元の地球人、地球の秘密の乗り物の可能性があるとのこと。
災害時に現れるんじゃなく、現れてから災害が起きてないか調べろと言われるも未だ調べてないそうです。震災2ヶ月前、つまり 3.11 の年の初めから頻繁に UFO 見たな。むしろ地震起きてから目撃数少なくなったと思う。やっぱどっかの国の災害兵器なのかもね。まあ日本は近くに仲がよろしくない国がいくつかあるからね。でもそういう国がそんなもん持ってたらもっと世界は恐ろしいことになってるでしょう。他にもまあたくさん聞いてきたんだけど、結構忘れてるというか思い出せないや。この後もう一回だけ絵の具空間行ったんだけど、その時は別の銀座の異星人が竹立綾菜の姿で出てきてマジで興奮してしまって、一生懸命綾菜が自分の銀座のこと話してるのにずっと話聞かないでムーアビー、今まで会ったことないタイプにやべえやべえ言い続けてた。これが多分もうそろそろ半年前、それ以来絵の具空間にはしばらく行けていない。書いてる時は質問とかスルーしちゃってすまんだけど、今はとりあえず終えたから質問にもゆっくり答えていこうかなと思う。やり方教えてくださいと最後はやり方を教えたり質問に答えたりしていました。興味ある方は元スレの方を調べてみてください。いかがでしたか？この世界の秘密を異星人に教わった話、もしこれが創作なら世界史を勉強している大学生あたりが作ったストーリーでしょうかね。創作でないのなら私も久しぶりに明晰夢を見る方法などを試してみようかなと思いました。私的に5時間くらい寝て起きた後、30分くらい起きていて、その後二度寝すると明晰夢が見やすかったです。条件がめんどくさいので最近はご無沙汰ですがね。皆さんも異星人に世界の秘密を聞いてみましょう。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。